こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は南海トラフ地震が起きると日本はどうなる、について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。まず、南海トラフ地震とは何か解説していくぞ。お願いするわ。南海トラフ地震は、四国の南の海底にある南海トラフと呼ばれる深い溝で発生する巨大地震のことなんだ。南海トラフは、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでいる。沈み込み帯で、ここでプレートの摩擦が原因で大きな地震が起こるんだぜ。プレートの摩擦で地震が起こるのね。なんか怖いわね。そうなんだ。南海トラフ地震は、過去に何度も繰り返し発生していて、その度に大きな被害をもたらしてきたんだぜ。例えば、1707年の宝永地震や1854年の安政地震、そして1944年の昭和東南海地震と、1946年の昭和南海地震があるんだ。そして、大体100年から150年周期で南海トラフ地震は起きているんだな。これらの地震は、どれもマグニチュード8以上の巨大地震で、日本各地に甚大な被害をもたらしたんだぜ。そんなに大きな地震が何度も起こっているのね。そうなんだ。例えば、1707年の宝永地震では、津波が土佐の高知市を襲い、多くの家屋が流されてしまったんだ。さらに、この地震の49日後には富士山が噴火して、火山灰が関東地方にまで降り積もったんだぜ。地震の後に富士山が噴火するなんて、まるで映画みたいね。でも、それが現実だったなんて驚きだわ。そうだよな。歴史的な記録からも、南海トラフ地震がいかに大規模で、破壊的だったかがわかるんだ。最近でも南海トラフ地震が起きる可能性があるって聞いたけど、どれくらいの確率で起きるの？政府の地震調査委員会によると、今後30年以内に南海トラフ地震が発生する確率は、70% から80% とされているんだ。つまり、かなり高い確率で起こると、考えられているんだぜ。それって本当に近い将来の話なのね。その通りだぜ。だからこそ、南海トラフ地震についてしっかり理解して、防災対策進めることも大事になってくるんだ。防災対策も必要よね。次は、地震が発生した時の影響について話していくぜ。南海トラフ地震が発生した時の影響についてだが、地震が発生すると、西日本を中心に広範囲で、震度6以上の強い揺れが予想されている。具体的には、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県、高知県などで震度7の揺れが観測される可能性が、高いんだぜ。そんな広範囲で強い揺れが起こるのね。ちなみに震度7ってどれくらいの揺れなの？震度7は建物が倒壊したり、地面が大きく裂けたりするほどの、非常に強い揺れだ。例えば、1995年の阪神淡路大震災や2011年の東日本大震災でも震度7が観測されたんだ。これらの地震では、建物の倒壊や火災、交通インフラの破壊だったり、甚大な被害が発生したんだぜ。そんなに強い揺れが広範囲で起こるなんて、想像するだけで恐ろしいわ。そうだな。震度6強でも多くの建物が倒壊し、インフラが大きく損傷するんだ。さらに、南海トラフ地震は広範囲にわたるから、被害が一部地域にとどまらず、広域に及ぶことが予想されているんだぜ。そうなのね。怪我人が少ないといいのだけど。そうだな。だが、残念なことに死者数もかなり多いことが想定されているんだ。内閣府の発表によると、最悪の場合で約32万人が死亡する可能性があるとされているんだぜ。32万人、そんなに。死者数でこの人数だから、怪我人を合わせるとかなりの人数が被害に遭いそうだよな。それは怖いわね。他にも、全体の被害想定が公表されているぞ。避難者は最大で950万人。家屋の全壊及び焼失棟数は最大で238万6千棟。水道は最大で3440万人が断水で使用できない。停電は最大2710万件。都市ガスは最大で180万戸供給停止。通信は大部分で電話困難とかなりの被害が想定されている。ああ、もう聞いていられないわ。でも東京は離れているし、大丈夫よね。残念だが、東京にも影響が出るぞ。そうなの。東京だけじゃなく、主要都市への影響を説明していくぞ。南海トラフ地震が発生すると、東京、大阪、名古屋といった大都市にも大きな影響が及ぶんだ。それぞれの都市でどんな影響が予想されるの？まず、東京では直接的な揺れの被害は比較的少ないかもしれないが、首都圏の交通網が麻痺する可能性が高いんだ。新幹線や高速道路が寸断され、物流や通勤が大きく影響を受けることが予想されているんだぜ。交通網が止まっちゃったら、生活に大きな影響が出るわね。そうなんだ。特に首都圏の人口密度を考えると、避難や救援活動にも大きな困難が伴うだろうな。そして大阪についてだが、大阪は震源に近いため、震度6強から7の揺れが予想されている。約25万棟の建物が被害を受けるとされているぞ。
火災も多発し、大阪湾沿岸部では津波の被害もも懸念されているんだぜ。私の大好きな道頓堀は大丈夫かしら？道頓堀も被害は避けられないだろうな。名古屋も震度7の揺れが予想されていて、約30万棟の建物が全壊または半壊。そして、名古屋港周辺の液状化現象が特に大きな問題になると考えられている。液状化が起きると、地面が液体のようになり、建物が沈んだり傾いたりしてしまうんだぜ。液状化現象って怖いわね。建物が沈んじゃうなんて。液状化は地震後の二次災害として特に厄介だ。水道管やガス管が破裂することで、さらに被害が拡大する可能性もあるからな。これが他の都道府県でも同じようなことが起こってしまうのね。そうかもしれないな。だが、他にも恐ろしいことが起こるんだ。まだあるの？それは、長周期地震動が起きる可能性があるってことなんだ。長周期地震動？長周期地震動っていうのは周期の長い揺れのことを指す。周期は1往復するのにかかる時間なんだが、1秒より短いのは短周期。2秒以上の長いものは、長周期と呼ばれている。その2秒以上の長い揺れが襲いかかってくるから。高層ビルやタワマンでは長く、かなり大きな揺れになることが予想される。主要都市では高い建物が多く建設されているからこの揺れが起きると、高いところにいても、立っていられず、部屋の中での被害が出てくる可能性があるんだな。なんか聞いているだけでちょっと酔いそうだわ。高いところだからって安心ってわけじゃないのね。その通りだ。次は地震後の二次災害について話していくぞ。地震後に起こる二次被害だが、まずは津波についてだな。南海トラフ地震が発生した場合、津波の高さは最大で、20メートルを超える可能性があるんだ。これはビルの高さ約7階分に相当するぞ。ビルの高さ7階分？特に、四国や紀伊半島の沿岸部では、高い津波が予測されているんだぜ。そんなに大きな津波が来るなんて信じられないわ。どうしてそんなに大きな津波が予測されているの？それは、南海トラフがフィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界に位置していて、この境界が急激に動くことで巨大な津波が発生するとされているんだ。そして、気象庁や国土交通省のシミュレーションによると、南海トラフ地震が引き起こす津波は、発生50分から30分以内に、沿岸部に到達することが予測されているんだ。そんなに早く津波が来るなんて、避難する時間がほとんどないわね。その通りだ。沿岸部の建物はほぼ全壊し、広範囲にわたる浸水被害が発生するだろうな。そして、港湾施設や漁港も壊滅的な被害を受けると予測されているんだ。津波の被害って、本当に恐ろしいわね。でもそれは、沿岸部だけの話なのよね？いや、大阪では大阪駅周辺、梅田にも津波が押し寄せる可能性があるんだ。え、あの梅田まで？そうなんだ。沿岸部と違って、さすがに高さ20メートルなんて津波は、来ないんだけどな。それなら、津波が来ても問題ないんじゃない？そう思うだろ。でもな、都市部は道が狭い箇所が多いから、高さが30センチの小さな津波でも、息を止める暇もなく、流される可能性があるぞ。え？たった30センチでも？そうだ。津波を甘く見るなよな。これは実験して証明されているんだが、水槽の中で高さ30センチの津波を発生させるんだ。まずは幅2メートルで実験してみたんだが、この幅なら転倒することはなかったんだ。だが、幅が1メートルになると少しも耐えることができず、転倒してしまったんだ。そうなの。たった30センチでどうして？それはな、幅が狭くなった分、水が急上昇して胸の高さまで上がってくるんだ。津波の速さも秒速3メートルから秒速5メートル以上に変化するから幅が狭いほど、津波の勢いが増してしまうんだ。だから、狭い道を歩いてる時に津波に襲われるとただじゃ済まないぞ。そうなのね。沿岸部じゃないからって安心してられないからな。津波が思わぬ方向から襲ってくるかもしれないから地震が落ち着いたら、すぐに高いところに、逃げるんだ。でも、ビルの高いところも危険だし、道路にいても危険だし、逃げれるところがどこにもないわよ。だからこそ、いざって時に被害が少ない場所へ逃げれるようにしておく備えは必要だぞ。二つ目は火災による被害についてだな。地震に津波だけじゃなく、火災も起きるのね。そうなんだ。地震の揺れで建物やガス管が壊れると、ガス漏れや電気火災が発生することがあるんだ。特に大きな地震の後には、多くの場所で同時に火災が発生することが予想されるんだぜ。たくさんの場所で一度に火災が起きるなんて、消火活動が大変そうね。その通りだ。消防車や消火設備も限られているから、すべての火災をすぐに消すのは難しいんだ。例えば、1995年の阪神淡路大震災では、地震直後に約300件の火災が発生し、多くの家屋が焼失したんだぜ。火災だけでそんなに被害に遭ったのね。三つ目は液状化現象についてだ。さっきも液状化現象って聞いたけど、具体的にどういう現象なの？液状化現象は、地震の揺れによって地下の水分が多い砂地が、液体のようになってしまう現象なんだ。この現象が起きると、地面が沈んだり、建物が傾いたりするんだぜ。
地面が液体のようになるって、すごく不思議な感じね。そうだな。実際1995年の阪神淡路大震災や2011年の東日本大震災でも液状化現象が発生して、多くの建物や道路が被害を受けたんだ。千葉県浦安市では、地面が液状化して道路が波打ち、建物が傾いたんだぜ。そんなことがあったのね。液状化現象が起きると、地盤が弱くなるから、建物の基礎が沈んだり傾いたりするんだ。さらに、下水道やガス管が破裂して、さらなる被害が広がることもあるんだぜ。液状化現象が起きる場所って、どんなところなの？主に埋め立て地や河川の近く、砂地の多い場所で液状化現象が発生しやすいんだ。例えば、東京湾岸や大阪湾岸などの埋め立て地は、液状化のリスクが高いとされているんだぜ。だから、そういった場所に住んでいる人は特に注意が必要だ。津波に火災に液状化現象に。地震って本当に恐ろしいわ。続いて、南海トラフ地震が起きた後のインフラの影響についてだな。南海トラフ地震が起きたら、日本のインフラはどうなっちゃうのかしら。インフラの被害はかなり大きいぜ。南海トラフ地震が起きた場合、道路や鉄道、電力網、通信網などが広範囲で被害を受けると予想されているんだ。具体的にどんな被害が出るの？まず道路だが、高速道路や主要幹線道路が地震の揺れや、液状化現象で大きく損壊する可能性が高いんだ。特に海沿いの道路は津波によって流される危険性がある。2011年の東日本大震災では、多くの道路が津波で破壊され、完全に復旧するまでにかなりの時間を要したんだ。やっぱり被害は大きいわよね。その通りだ。そして、物流にも影響が出るぞ。鉄道も同様に大きな被害を受ける可能性がある。線路が曲がったり、駅舎が倒壊したりすることで、鉄道の運行が停止することが考えられるんだ。新幹線も例外じゃない。過去の地震では新幹線の脱線事故も、発生しているからな。それは大変ね。人の行き来も難しくなるし、物も届かなくなっちゃうわね。その通りだ。電力網も地震による被害を避けられないだろうな。送電線や変電所が損壊すると、広範囲で停電が発生するんだ。例えば、2007年の新潟県中越沖地震では柏崎刈羽原発が停止し、大規模な停電が発生したんだぜ。そして、通信網も地震で壊れると、電話やインターネットが使えなくなる可能性がある。緊急時の連絡が取れなくなると、救助活動にも支障が出るんだ。電力も復旧までに時間がかかってしまうの？復旧の見通しは被害の規模にもよるが、阪神淡路大震災の時だと、電力は7日で復旧したんだ。だが、東日本大震災の時は全復旧まで3ヶ月かかったから、被害状況によってはもっとかかるかもしれないな。やっぱり時間がかかるのね。水道やガスはどうなの？これも東日本大震災を例にするが、水道は6ヶ月半、ガスは2ヶ月かかる地域もあったんだな。そうなのね。電気も水道もガスもない生活が長く続くなんて考えられないわ。それは同感だ。震災後の道路復旧では、緊急車両が通れるように主要幹線道路の優先的な修復が行われる。電力復旧では、まず重要施設への電力供給が再開され、その後一般家庭への復旧が進められるんだ。そして、通信インフラも被害状況を把握し、仮設の通信設備を設置して、情報の流れを確保するんだぜ。元の生活に少しでも戻れるように動いてくれるのね。頼もしいわ。次は産業への影響についてだな。南海トラフ地震が発生すると、沿岸部の工業地帯が大きな打撃を受けるんだ。例えば、愛知県や三重県、静岡県の工業地帯は、自動車や電子部品の製造拠点が集中している。この地域が地震や津波で被害を受けると、生産が停止してしまう可能性が高いんだぜ。生産が停止したら、日本全体の経済に影響が出そうね。その通りだ。工場が停止すると、部品の供給が途絶えて他の地域の工場にも、影響が広がるんだ。2011年の東日本大震災でも、被災地以外の工場が部品不足で生産停止に追い込まれた例が多かったんだぜ。東日本大震災の時もそうだったのね。そして、輸送網の麻痺も問題だな。地震や津波で道路や鉄道が寸断されると、物資の輸送ができなくなるんだ。食料や燃料、医薬品などの生活必需品が届かなくなると、被災地の生活が一層困難になってしまう。特に港湾施設が被害を受けると、輸出入も停止するから、国際的な影響も大きいんだぜ。輸出が停止してしまうなんて大損害ね。そうだな。その損害がどのくらいになるのか、次は経済損失の推定金額を説明するぞ。恐ろしい金額になりそうね。南海トラフ地震による経済損失の推定金額は、内閣府の試算によると、最大で約220兆円に達するとされているんだ。220兆円円。想像もつかない金額だわ。本当にな。この数字は、建物の被害やインフラの復旧費用、産業の生産停止による損失などを総合的に見積もったものなんだ。そして、その額は日本の年間 GDP の約4割に相当するんだ。
つまり、南海トラフ地震が発生すると、日本経済全体が大きな打撃を受けることが見て取れるんだ。東日本大震災の被害額が 16.9 兆円だから、その10倍以上になるんだな。これは被災地だけでなく、全国的に経済活動が停滞することが予想されるぞ。どうしてそんなに大きな損失が出るの？経済損失の内訳を見てみると、まず建物やインフラの直接的な被害が大きいんだ。例えば、建物の倒壊や火災、津波による流出などで、多くの住宅や商業施設、工場が壊れる。これだけで数十兆円の損失が見込まれるんだ。そうなのね。次に、インフラの破壊による間接的な損失がある。道路や鉄道、港湾施設が被害を受けると、物流が滞ってしまうんだ。これにより、企業の生産が停止し、供給チェーンが断絶することで、製品の出荷が遅れる。特に日本の産業は部品供給に依存しているから、一部の工場が止まるだけで、関連する多くの企業が影響を受けるんだ。言葉が出ないわ。その一例が自動車産業だな。愛知県や三重県は日本の自動車産業の中心地で、多くの自動車工場が集中しているんだ。関東から九州は太平洋ベルトと呼ばれる工業地帯だから、この工業地帯の工場が地震で被害を受けると、生産が停止してしまう。さらに、部品供給が滞ると、全国の工場にも影響が広がるからな。それで、経済活動全体が停滞するってことね。そういうことだ。さらに、観光業やサービス業も大きな影響を受けるんだ。地震による被害で観光地が壊れたり、交通網が麻痺したりすると、観光客が減少する。そして、ホテルや飲食店も営業ができなくなることで、収入が大幅に減少するんだ。戻ってきた観光客がまた一気に減ってしまうのね。そうだな。これが南海トラフ地震による社会経済への影響だ。これが南海トラフ地震。こんな未来を待ってることしかできないの？いや、そんなことはないぞ。南海トラフ地震に備えて、準備できることもたくさんあるぞ。そうなのね、教えてほしいわ。じゃあ最後に、地震の備えや対策を解説していくぞ。まずは津波への対策だ。津波から身を守るためには、地震が起きたらすぐに高台や指定された避難場所に、避難することが重要なんだ。これには、自治体が提供する津波ハザードマップや避難計画を日頃から確認しておくことが大切だぜ。ハザードマップって？ハザードマップっていうのは、自然災害による被害の軽減や、防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所避難経路などの、防災関係施設の位置などを表示した地図のことを言うんだ。そんな便利なものがあったのね。避難場所や経路を頭に入れておくわ。次は、火災だな。まず、地震が起きたら火の元を確認し、ガスや電気を切ることが重要だぜ。それから、火災が発生した場合は、風上に向かって避難することが大切だ。風下に避難すると、火の粉や煙に巻き込まれる可能性が高くなるからな。風上に向かって避難するのね。火災が起きる場所って、どんなところが多いの？特に古い木造住宅が密集している地域や、ガス設備が多く使われている商業地域では、火災が発生しやすいんだ。防火対策が不十分な地域では、火災が広がりやすいから注意が必要だぜ。わかったわ。次は液状化現象の対策についてだ。液状化現象対策としては、地盤改良や建物の基礎工事が有効だぜ。例えば、地盤を固める工法や、建物の基礎を深く掘ることで、液状化による被害を軽減できるんだ。それと、事前に地盤調査を行い、液状化のリスクが高い場所には建物を建てないようにすることも大切だぜ。そうなのね、家を建てる前に検討してみるわ。そして、非常用持ち出し袋の準備だ。災害が起きてもすぐに持ち出せるように、最低限、飲料水、非常食、常備薬、救急用品など、生きていくために必要なものを準備しておくことが大切だぞ。わかったわ、今すぐ準備するわ。企業が対策できることはないのかしら？個人だけじゃなく、企業としても対策ができるぞ。例えば、重要な施設を耐震化したり、非常時の代替ルートを確保したりすることだ。そして、企業は生産拠点を分散させることで、リスクを減らすことができるぞ。そうなのね、でも南海トラフ地震に備えて、政府や自治体は何か対策してくれていないの？安心しな。政府や自治体もちゃんと対策を講じているぞ。内閣府が中心となって南海トラフ地震対策推進基本計画を策定しているんだ。この計画には、地震発生時の迅速な対応や、被災地の早期復旧復興を目指した具体的な施策が、盛り込まれているんだぜ。そうなのね、どんな施策があるの？例えば、耐震化の推進だ。政府は公共施設やインフラの耐震化を、進めているんだ。学校や病院、教養などの重要施設は、地震に耐えられるように改修が行われている。そして、自治体も独自に地域の防災計画を作成し、避難訓練を実施しているんだ。なるほど、それで被害を減らすことができるのね。その通りだ。それに加えて、津波警報システムの整備も進められている。
津波が発生した場合、迅速に警報を発出し、住民に避難を呼びかける仕組みだ。これによって、津波からの被害を最小限に抑えることができるんだぜ。それはいつ地震が来ても、心強いわね。これで南海トラフ地震が起きると日本はどうなる、の解説は以上になるぜ。南海トラフ地震の怖さを思い知らされたわ。そうだろ。これまで起きてきた地震もかなり大きなものもあったが、南海トラフ地震はその中でもトップレベルに危険な地震になるだろうな。30年以内には来ると推測されているから、今から自分ができる対策はしといた方がいいぜ。そうね。本当に生きている間に来るかわからないけど、災害対策はやってて損しないものね。ああ、そうだ。この動画を見終わったら、すぐ準備してくれよな。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。